ココバチェビッチは、セルビア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、ユーゴスラビア代表であった。ポジションはフォワード。現在は、オリンピアコス FC のテクニカルディレクター、U、U-21 チーム監督を務める。初期の経歴地元の FK ラドニチュキコビンの下部組織で、育ち、1992年に、ズレニャニンを本拠地とする。 トップリーグのプロレテルズレニャ人と契約を結び、19歳の時にはユーゴスラビアクシのゴールスコアラーになった。プロレテルズレニャ人で2シーズンを過ごし、1994年にレッドスターベオグラードに引き抜かれると、1994から95シーズンには31試合に出場して24得点を挙げた。ヨーロッパの最注目株の一人となり、 ユーゴスラビア代表にも招集されるようになった。レッドスターでは47試合に出場して37得点というペースで得点を積み上げた。シェフィールドウェンズデ FC1995 年12月、移籍金200万ポンドで、イングランドプレミアリーグのシェフィールドウェンズデ FC に移籍。ボルトンワンダラーズ FC 戦で2得点を挙げて、レスファーディナンドになぞらえられるなど、移籍当初は、 空中戦で強さを見せたが、1995から96シーズン後半戦は、結局4得点にとどまり、レッドスターから、シェフィールドウェンズデー FC への移籍は、タイムズガムによる、プレミアリーグへの移籍ワースト50の10位に選ばれた。レアルソシエダ1996年夏に、スペインリーガーエスパニョーラのレアルソシエダに移籍。 1996から97シーズンは8得点にとどまったが、1997から98シーズンは17得点で得点ランキング上位に位置し、1998から99シーズンも15得点を上げた。3シーズンで97試合に出場して40得点を上げた。ユベントス FC と SS ラツヨ1999年に、 イタリアセリエへのユベントス FC に移籍。ユベントス FC には、アレッサンドロ・デル・ピエロや、フィリッポ・インザーギなどが在籍していたが、リーグ戦でも、欧州カップ戦でもそれなりの得点を挙げ、1999から2000シーズンには、UEFA カップで10得点を挙げて、得点王となった。しかし、ユベントス FC のフロントは、コバチビッチが期待に応えていないと感じていたため、 両者はイタリア国外で移籍先を探し、スコットランドのレンジャーズ FC が1200万ポンドの移籍金を提示して獲得を狙った。2001年夏には SS ラツィオからマルセロ・サラスが加入し、コバチェビッチは両クラブの取引の一部として SS ラツィオに移籍した。レアル・ソシエダ復帰2002年1月、レアル・ソシエダに復帰。 2002から03シーズンには20得点を挙げ、23得点の2派とカフベジと共にチームを牽引し、リーグ2位に押し上げ UEFA チャンピオンズリーグの出場権獲得に貢献した。2004から05シーズンは30試合に出場して8得点した。2005から06シーズンは開幕から9試合に出場して4得点3、アシストと好調であったが、2005年11月に、 アキレス腱を負傷して、長期離脱した。2006から07シーズンは33試合に、出場して2得点と不審にあえぎ、チームも19位でセグン、西軍ダディビシオン降格となった。オリンピアコス FC2007 年夏、ギリシャスーパーリーグ優勝クラブである、オリンピアコス FC と契約した。良好なコンディションを取り戻し、 2007から08シーズンは得点ランキング2位となる17得点を上げてクラブをリーグ優勝に導き UEFA チャンピオンズリーグでは3得点を上げて決勝トーナメント進出を果たした2008年10月2日 UEFA カップ1回戦の FC のアシェラン戦セカンドレグでは2得点を上げた2009年初頭には心臓疾患と診断されたが 血流を改善するための心臓の手術は成功に終わった。しかし、医師は現役引退すべきだと提案し、2009年5月に行われた国内2冠を祝う親善試合をラストゲームとし、コバチェビッチ本人も公式に現役引退を発表した。1994年12月28日のアルゼンチン戦でユーゴスラビア代表デビューした。 1996年5月には、キリンカップサッカーのために訪日し、メキシコ戦と日本戦に途中出場した。1998年にはフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップに出場し、グループリーグをドイツに次ぐ2位で通過すると、決勝トーナメント1回戦で、オランダに敗れた。2000年には、ベルギーとオランダで共催された UEFA ユーロ。 2 0 0に出場し、グループリーグをスペインに次ぐ2位で通過すると、準々決勝では2年前と同じく、オランダに1の6で大敗した。2004年までに58試合に出場して10得点を挙げた。現役引退後、コバチェビッチと家族はスペインに移住したが、ギリシャに戻って、コラムニストなどとして活動した。2010年6月、オリンピアコス FC の会長に就任した。 エヴァンゲロス・マリニャキスは、コバチェビッチをテクニカル、ディレクターと U-21 チームの監督に投用した。ありがとうございます。